りとする危ないシーンもなくずっといられますよね。 GT500 のドライバーは恐るべきこの身体能力というか処理能力というか、さあそんな中でバトルをして仕掛けていかなければいけない負けの忠介、あーインに入られた。ここは立川してやったり、立川雄二がヘアピン、しかし牧野が奪い返すか、牧野奪い返すか、ここはちょっと我慢比べだ、我慢比べだ。 GT500、 さあ3番手を守れるか、牧野忠介と、そして立川雄二の3番手4番手争いはダブルヘアピンで牧野が辛くも逃げ切ったか。いやー立川
8番の小暮、ダブルヘアピンでスピンをしています。あしまって車を止めようと思ったんですが、止まりきれず高木真一
M 社50周年の記念カラーリングで新型車両黒船襲来ですが、さあ岡山国際サーキットは負けるわけにいかない。片山だ、並んだ。マイクナイトまででどうやら片山前に出た。ついにアウグストファースを捉えました。2年連続開幕戦を制しました。